白熱は1949年製作のアメリカ映画ラオール・ウォルシュ監督ワーナーブラザース作品マザーコンプレックスの弾虐なギャングが狂気と暴力の末に破滅に至る過程を描いた清潔な犯罪映画でありギャング映画及びフィルムノワールの古典に数えられている凶悪ギャングのコーディジャレット率いるギャング団は列車を襲撃し乗務員を殺して 現金を強奪した。そして同じ日に、遠隔地であった事件の犯人として、自主、収監され、アリバイを得るという知能策で、強盗殺人の重罪を逃れる。母親で犯罪の死でもあるマージャレットに溺愛されて、育ったコーディは、マザコンのサディストに成長した。その妻のバーナはコーディに愛想をつかし、コーディの右腕であるビッグ、エドと内通するようになっていた。 列車高騰をコーディ一味の仕業と見る、捜査当局は、秘密潜入捜査官ファロンを囚人に偽装させて、刑務所に送り、コーディと同房において、真相を探り出そうとする。ビッグエドは、刑務所内の手下を使って、事故を装い、コーディを殺そうとしたが、ファロンの起点で阻止される。コーディは、ファロンの正体を知らぬまま強く信頼するようになる。そこに思わぬ知らせが届く。 ルスにギャング団を束ねていたマージャレットがビッグエドの裏切りで殺されたのだ。エドはコーディを裏切り母殺しに加担したバーナと共にギャング団の頭目となっていた。逆上して暴れ回ったコーディは復讐を誓い仲間を集めて人質を取り刑務所から集団脱走ファロンも同行する羽目になる。コーディはエドを殺しバーナを脅して 自分の元に戻らせると、新たな仲間たちと共に人里離れたアジトで、強奪計画の準備に取りかかる。母親を失ったコーディは、自らの精神の均衡も失いつつある中、親友であるファロンに、全幅の信頼を置くようになる。化学工場からの現金強奪を計画した、コーディ一味は、タンクローリー車を改造して、中に隠れる、トロイの木馬作戦で、 工場構内へ潜入。守備よく工場事務所に侵入したコーディたちだったが、そこで落ち合った仲間がファロンの正体を見破ってしまう。最も信頼していた人物が潜入捜査官だったという、あまりに大きな裏切りにコーディは、錯乱状態になる。折しも、捜査当局が急行して、ギャングいじみを包囲、手下たちは警官隊の銃弾に次々と倒れた。 追い詰められたコーディは完全に正気を失い駆け上った大きなガスタンクの頂で交渉しながらタンクに発砲した。やったぜママー。世界一だ。次の瞬間、タンクはコーディもろとも大爆発した。バージニア名誉とジェームズ・キャグニー。カッコ内は日本語吹き替え戦前からギャング映画界の大スターであったジェームズ・キャグニーを主演にすでに イチゴブロンド等のキャグニー主演作品を撮影していたベテランの職人型監督であるラオール・ウォルシュが手掛けた作品である。1946年の裸の街を講師として戦時中のニュース映画の影響を受けたセミドキュメンタリータッチのサスペンス映画が多く作られるようになっており白熱もそれらの系譜上に位置づけられる。警察の捜査活動やギャング団の犯罪行為などを リアルに描写しながら、ウォルシュ監督が得意とするスピーディなストーリー展開がなされ、密度の濃い映画となっている。当時としては、静潔なアクション映画で、暴力描写の苛烈さは論議にもなった。ガスタンクの大爆発という形で、主人公にとってのすべてが生惨な破綻を迎える、ラストシーンは強烈であり、その後の多くの映画にラストシーンのモチーフとして引用されている。 もともとこの映画は、バージニア・ケロックの原案に基づき、アイバン・ゴフとベン・ロバーツが脚本を書いたものである。しかし当初の内容は、従来キャグニーが演じてきたステレオタイプ的な、ギャング者の意見を出なかった。脚本に不満を感じたキャグニーは、ウォルシュに自ら、主人公のギャングをマザー・コンプレックスの異常性各社にしたいという、エキセントリックなアイデアを提示した。 キャグニーとオールシュの意向によってシナリオは改定され、主人公は戦前のギャング映画のように社会の矛盾、欠陥によって犯罪者となった悲劇的ヒーローではなく、狂気と暴力をほとばしらせながら破滅へ向かって突進していく、文字通りの悪のゴンゲとして描かれることになった。このニューロティックな設定は1940年代に盛んに作られたフィルムノワールの潮流に組みしたもので、 白熱を単なるギャング映画の枠に留まらない作品にしている。キャグニーはコーディの凶暴な幼児性に満ちたキャラクター作りに打ち込んだ。刑務所の退職堂で食事中、母親が殺害されたことを耳打ちされたコーディが、悲嘆と怒りのあまり清々なおたけびを上げながら、食堂中をめちゃくちゃに暴れ回るシーンは特に有名な演技である。このシーンに、 囚人役として出演していたエキストラたちには、キャグニーがどのような演技をするかまでは伝えられていなかったため、撮影中にいきなりコーデが錯乱して暴れ回り、絶叫する筐体に直面したことで本当のパニック状態に陥った。潜入捜査官に扮したエドモンド・オブライエンは、フィルムノワールの古典とされる殺人者でドラマの狂言回しとなる保健庁サインを演じており、 白熱でも類似キャラクターを演じたことになる。また、バージニア名誉は、同じ1949年の死の谷に続いてのウォルシュ監督作品出演で、サミュエル・ゴールドウィンキカのゴールドウィンガールズ出身という、華やかな経歴とは、裏腹な汚れ役を偶然と演じ切った。キャグニーは本作に続き、1950年にはやはり、ニューロティックな設定を備えたギャング映画、明日に、 別れの接吻をに主演したものの、その後はギャング映画自体にほとんど出演しなくなっている。この作品は1952年12月27日に日本で劇場を公開されて正月映画として封切られた。その後、テレビでの初放映はかなり遅く1968年3月24日に日曜洋画劇場で放送されている。ただし、 テレビ公開の時にこの作品名は白熱ではなく地獄の暗黒街と解明されて、さすがに、淀川長春は解説でこの作品の現代がホワイトヒートで白熱と訳されることを断っていた。ありがとうございます。